商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね。置いてあるものを見たところ、ここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょう。それがなぜかファデュイに占拠されてしまっています。うわぁ、すごく守りが固そうだ。オイラたち本当に入れるのか？力ずくで突破するのは難しいかと。ですが問題ありません。ここは私たちにとって有利な地形です。それに私たちがいることも相手に露見していません。敵は名所、こちらは暗所。策謀を張り巡らすのに絶好の機会です。私の考えでは3つの策があります。1つ、金属金王。稲妻に残っているファデュイの勢力は微々たるものです。その多くは敗れた残党。高所から飛び降り敵の大将を仕留めることができれば、増兵を打たずとも勝利を得られるでしょう。2つ、虎の威を狩る。あちらをご覧ください。火薬だるが積まれています。彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば大打撃を与えることができます。不意をつかれた相手は確実に動揺し、戦力も大幅に低下するでしょう。そして最後、血のりを生かすこと。ここは海の近く、水域に覆われています。周囲の水蒸気を集め、あなたの雷で麻痺させることができます。さすがココミ、こんなに早く策を思いつくなんて。で、結局どの策で行くんだ？この3つの策にある大きな違いは、実行者の自身に対する判断能力にあります。情報から飛び降り拠点を奇襲する、最も早く解決できる方法ですが、高い武力を求められます。爆発で相手の人員を瞬時に減らせば、正面からの戦いを避けられるでしょう。しかし気配を消し隠密行動する必要があります。そして血のりを生かすには、着実に戦いを繰り広げる必要があるため、持久戦になる可能性があるでしょう。さすがメカジキ2番隊の隊長、ご自身の実力に自信があるようですね。この戦術を選んだからには共に戦いましょう。私は武闘派ではありませんが、ある程度の支援はできます。あなたを一人で戦わせたりはしません。彼らをいち早く倒し、商人の品物を取り戻しましょう。神戸を垂れろ。ファッションは私が定義する。ご安心を。貫こう。敵の大将をやっつけましたね。今が追い打ちをかける絶好の機会です。ここより弱滅の時。燃えろ。よっ、そこ。よっ、騒乱の憩い。月のように永遠なの。と、やっ。お見事です。てひひ、ココミが考えてくれた戦術のおかげだ。どんな戦術であろうと、最終的には誰かが実行しなければなりません。これまで勝利を収めてきた戦いにおいて、大事だったのは私一人の力などではなく、皆さんの努力なんです。そうだな、オイラもすっごく貢献したもんな。おい！ですが、まさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜み、これほど長くここで陣取っていたとは。彼らの目的は何なのでしょう。まさか本当に兵士たちの言っていたように天領奉行と結託を。
この拠点を詳しく調査しましょう。あの商人が嘘をついていないのでしたら、品物はここにあるはずです。おお、あたりを見てみようぜ。これはファデュイが貯めてた食料？もう腐ってるみたいだぞ。こんなんで普段きちんとお腹いっぱい食べられてるのか？うわ、これって全部爆弾を作る材料だぞ。危険すぎる。ココミに一言伝えて、オイラたちで全部処理しちゃおうぜ。これ探してた品物じゃないか？中にいろんなものがあるぞ。天領奉行の印が入ったものもある。これで間違いないみたいだな。ココミー、ココミ、商人の品物を見つけ出したぞ。ほら。あ、はい。いえ、少し気が散っていただけです。見せてください。はい、確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね。食料、薬剤、農業用具、すべて戦後に必須となるものばかり。きっとこれらを蓄えておいて、後々いい値段で売りたかったのでしょう。しかし天領奉行ではこれらのものが不足していないはず。彼が天領奉行に密輸しているとは考えにくいですね。大方儲けを出そうとした一介の商人でしょう。松田と内村が言っていたほど大げさなことではありません。でもわざとみんなの必要なものを溜め込んでおくなんて、それはそれで悪いやつだと思うぞ。このまま品物を返すのか？なんだかすっきりしないな。安心してください。こういった状況だった時のこともすでに考えてあります。最新の戦後臨時法令の中ですでに必需品の値段上限を設けています。これらのものは最終的に適切な値段で人々の手に渡ることでしょう。彼がもう少し早く法令を見ていれば、このような惨事にはなりませんでしたね。おお、ココミは何でも考えてるな。大げさです。現に天領奉行とファデュイが結託している噂について、私には皆目見当もつきません。しかもちょうどエネルギーが不足しそうになっているこの時に。ん？ココミ、なんかいたか？いえ、早くこの品物を持ち帰りましょう。祝賀会はもうすぐ始まります。このような面倒事は早く終わらせるに越したことはありません。おお、オイラたちも平和な渡つみ島で祝賀会をしたいからな。私の品物、ありがとうございます。三五の宮様、隊長様、どうですか？冤罪だと言ったでしょ。ふん、どうだか。とっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろう。ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですので。しかし。しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り、彼の汚名を晴らすべきです。申し訳ございません。軽率でした。ふんふん。日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちが、
こうして面倒を引き起こすんですよ。やっと自分の間違いに気づきましたか。商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の政令によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。適正価格での販売に加え罰金も課します。金額は、ちょっとお待ちを。産後の宮様、私の味方だったんじゃ。もちろん違いますよ。私は渡津美島の荒人神の巫女、心象筆伐の理念に従うのみ。功績ある者は勝し、罪ある者は罰する。汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番です。そんな。ほら連れてくぞ、罰金を払いな。三五宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、やはり少々気がかりなことがあります。天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。ええ、大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。他の品物については持ち主を探しておいてください。神社関係のものは私が対処します。あなたたちには苦労をかけますね。いえ、とんでもありません。しかし三五宮様、証拠をつかむことはできませんでしたが、天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです。和平交渉について今一度お考えを。わかりました。しっかりと考慮しておきます。私はこれら神社関連のものを持って三五宮に戻ります。よければ一緒に行きませんか。渡津美島の風土と人情は他の島々とは少々違ったものです。慣れていただけるといいのですが。この村、私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く、今度機会がありましたらあなたを渡津美島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初、渡津美島の神社は三五宮ではなく他の場所にありました。その場所とは渡津美島の七天神像の近くです。当時渡津美島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが、少なくとも彼女の存在を認めてはいました。ですがあの人たちが振り落とされ、渡津美島を守護する魔人が斬られたことで、かつての神社は放棄されたのです。その頃より渡津美島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのはいつか必ず解決しなければならないものですので。三五宮様、本日はどのような用件でここへ。なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよう。あなたは私たちが一番頼りにしているお方ですので。はい、ご安心を。私は大丈夫です。三五宮様、どうか今一度お考えを。幕府軍とは長くにわたり戦ってきました。このまま和平交渉するなんて納得できません。彼らと和解したら、かつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいます。
おいおい、いい加減にしろって。いつの時代の話をしてるんだ。戦争は終わったんだ。安心した暮らしができればいいじゃないか。それはもちろんわかる。じゃが、少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。妥協なんてもってのほか。安心してください。このことは再度考え最善を尽くしますので。よかったです。どうかお願いします。あら、三五宮様、こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が三五宮に入ればこの先も安心です。三五宮様はお優しいのできっとよくしてくれますから。機会があれば三五宮様にご教授してもらいなさいっていつも娘に言ってるんですが。ほら、三五宮様ってお若いのにすでに人との接し方を心得ていて聡明でいらっしゃるでしょ。うちの娘もずっと三五宮様をお手本にしているんですよ。彼女が三五宮に入った時は気にかけておきますね。三五宮様、やっと会えました。今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが。三五宮様、こちらはメカジキ2番隊の隊長ですよね。彼女はこれからも渡積島に残るのでしょうか。三五宮様。皆さん落ち着いてください。すべてお聞きしますので。ですが、時間のかかる問題は報告書にまとめて三五宮まで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。あ、大丈夫ですか？どうやらあなたはこのような場面に慣れているようですね。三五宮様、ここにいらしたのですね。報告したいことが。祭礼用の道具がなかなか届かず、何者かに奪われたのではないかと思っているのですが。それならもうすでに取り戻しました。ご心配なく。そうだったんですか。さすが三五宮様です。それとここ最近の公文書を簡単にまとめて三五宮様の机に置いておきました。また予定ですと、この後より繊維産業の発展に関する会議があります。予定？今からですか？はい、遠くからいらしたお二方がすでに三五宮様をお待ちしております。わかりました。今日はあなたに渡積島を紹介しようと思ったのですが、どうやら先に要件を済ませる必要があるようです。明日三五宮の門の前で会いましょう。それから共に祝賀会の準備を。祝賀会、おいしいもんがいっぱいあるかな。もちろんありますよ。渡積島の特産を使った美食、あなたたちにも味わってもらいたいものです。やったー。じゃあまた明日。はい。